俺みたいな疫病神でも神に認められるとはな。神が俺を諦めてないんだ。俺も自分を諦められるわけないだろ。ベネット役の大阪亮太です。よろしくお願いします。はい、まあ本当に一言で言うとものすごく綺麗なゲームだなっていうふうに思いました。先ほどいろいろ説明とかも聞かせていただいたんですけれども、背景に見える場所にも行けるっていうこの作り込みの深さっていうのが僕的になんかすごいなっていうふうに思って、なんか今までゲームってね、背景は背景だったじゃないですか。でそこに向かっていくとちゃんとたどり着けるっていうのがなんというか、今までそんなゲームなかったから単純にびっくりしたっていうのと、本当にその世界を回るだけでも楽しめるゲームなんだなっていうふうに思って、すごく驚いた記憶があるので、まあ本当に戦闘も素晴らしく、ぬるぬる動いてね、楽しめるゲームなんで、すごく僕自身ワクワクするゲームだなって思います。そうですね、ベネット君はまあなんか見た目はねすごいわんぱくで、日々楽しく生きてるんだろうなっていう感じがあるんですけれども、ものすごい不幸な体質を持ってて、もう何かあるたびに不幸が起こる一歩歩けば不幸が起こるみたいな感じの、キャラクターだったりするので、やっててちょっとそのかわいそうになってくるというかでもなんか本人はすごいめげずに、もうこれが当たり前の日常みたいな感じなんであんまりくじけたりしないんですけども、でもなんか見てるこっち側からすると本当に大丈夫、なんかいつかこの程度で済んでるけど本当に死ぬような目に遭うんじゃないかっていうふうにことが結構多々あって、なんだろうな、ちょっと保護者目線になってしまうキャラクターだなっていうふうには感じますね。そうですね、やっぱり似てるとこっていうとポジティブなところかなっていうふうに思いますね。まあさすがにベネットほどではないとは思うんですけれども、自分もやっぱりそのなんかちょっとね、イラッとすることがあったりとか悲しいことがあったりとかしても結構寝て起きれば忘れてたりとか、なんだったらもう寝ないでもなんかもうちょっと10分15分ぐらいしたらなんか、ね、例えば喧嘩とかするじゃないですか。で向こうがまだ怒ってるみたいなこと言ってきても、いや全然怒ってないよみたいな感じで割とすぐに通常状態に戻れるぐらいのポジティブさはあるので、そういった意味ではすごく似てるかなっていうふうに思います。似てないところはそうですね、そうだな、まあ結構いろいろ似てないんですけれども、まあ好奇心旺盛なところはすごいなっていうふうに思いますね。僕もいろんな場所は回りたいっていう気持ちはあるんですけれども、あそこまでそのなんだろう、恐れない気持ちを持ってるというか、勇気が勝る、警戒より勇気が勝るっていうところがなんかベネットの、まあ、いいところでもあり悪いところでもあるかなっていうふうに思ってるので、その辺はちょっと、そこまで前向きに生きられるかって言われると似てないなっていうふうには思います。そうですね、がっつり髪見せてもらいますけども、僕ね本当に基本的に大人のお姉さんみたいなキャラクターが好きなんですよ。まあほんわかしてたりとかキリッとしてたりとか全然どっちでもいいんですけど、だから行幸さんとかね、まあ行幸さんは単純にその声も好きだっていうのがあるんですけれども、行幸さんがやっぱ一番うんっていう来たなっていう感じはありますね。あと大人の女の人でいうと北斗さんとかリサさんとかもそうですね。あとなんかね、極端なんですけど本当になんかめでたくなるようなキャラクターが好きだったりもするんですよ。なんか頭よしよししたくなるとか、おんぶしたくなるとか、肩車したくなるとか、そういうキャラクターも好きなので、パイモンとかはねすごい好きですね。なんか髪ぐしゃぐしゃにしたいぐらいわっしゃわっしゃしたいですね。その世界で生きられるぐらいの運動神経があるのだとしたら、ダンジョンにはもちろん潜りたいです。ただやっぱりその旅行とかが好きな人間なので、それこそさっき最初に話させてもらった背景のどこにでも行けるっていうところは僕的にすごいぐさっと刺さるところではあったので、そういった意味では何だろう、世界中を回ってみたいな
っていうふうに思います。それこそ風の翼っていうね、あの飛べるアイテムとかもあったりするので、そういうのを使ってなんかね、一番高い山から飛び降りてその下の世界を眺めるみたいなこともしてみたいなっていうふうに思ったりしますね。はい、皆さん、プレイしていただいてありがとうございます。してない方は今すぐ始めてくださいすごく魅力的なゲームなので、そうですね、まあ、なんかこの間、SNS でなんかベネット君がトレンドに入っていた時があったらしくて、なんか個人的にすごく嬉しいなっていうふうに思って、なんだろう、すごくね、ゲーム内でもサポートキャラとしてめちゃくちゃ使えるあのキャラクターとして、いるみたいなので、ぜひ皆さんベネットの、素晴らしさをぜひ味わっていただきたいなというふうに思いますので、ぜひベネットを使っていただけたら嬉しいなというふうに思います。僕も頑張ってベネットを育てて、一番好きだよって、まあ、好きなんですけどね、もっと好きだよって言えるようになりたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、隅々まで楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけでベネット役の大阪亮太でした。ありがとうございました。